こんにちはということでですね、昨日に引き続きまして、昨日はね、この USD カラーっていうのね、音が出て、リラックスしたりですね、非常に能力を上げたりというような機械なんですけれども、これの開封式をやりましたね。その前に、また忘れてました。シェアをよろしくお願いします。ということで、今、シェアしてますかね。映ってるかどうか確認です。映ってますね。それをシェアします。フィードでシェア。シェアですよ。いけましたでしょうか。ちょっと確認です。確認しました。OK でございますね。それじゃあ、改めまして、いつものように、こんにちはということでですね、今日はですね、昨日に引き続きまして、こちらですね、こちらでございます。持ち歩ける自然音。超高周波音再生機、USD カラーっていう、こちらの方をですね、ご紹介をさせていただきます。こちらなんですけれども、こちらですね、上にございますような形で、こちらですね、こちら、用意しました。この USD カラー、これをね、昨日開封したわけなんですけれども、なんとですね、開封がうまくいかなくて、開封したんだけれども、もう、とにかくぶっつけ本番でやったもんだから、音が出なかったということでございました。まあ、それから、音を出るのにどうしたらいいんだろうっていうことで、したら充電ができてませんでした。まあ、そんな形で、充電をしてですね、それで、今日に臨みます。この、本体ですね、この機械になります。カラーがね、ホワイトであったり、こういったグリーンであったり、またね、オレンジ色であったり、空色だったりですね、あとイエロー、黄色ですね。この5色がありまして、私はこのグリーン、ってね、いうことで選ばせていただきました。それでね、これが、ウォークマンのようなソニーが出してるですね、音楽をこの中に入れるというか、自然の音をはめてるんですよ。これを、流すだけなんですね。それで、早速ですね、ちょっと準備をしましたんで、まずは音を聞いていただこうと思います。こちらにこういうふうな形がありますね。で、聞こえますか？こっちに、マイクはこっちに。これはですね、つまみでございます。音量ですね。まずこれで聞いてもらいましょう。なんかジャングルにいるような、そんな音しません？今度は虫の音ですね。昔はね、こういった、虫の、音とかね、コオロギとかね、スズムシ、秋口になりますと、非常に僕らも田んぼがね、周り中田んぼだったもんですから、今でこそね、住宅になってますけれども、こういう音がすごく聞こえてました。こういうね、自然の音っていうのが、あったわけなんですね。聞こえますかね？こっちにしても聞こえますか？このままちょっと下に置かせていただきましてですね。これ緑です。こちら、ホワイトになります。こんな形ですね。それで、音はこの中に入れていくという形になります。つくづく帽子ですね。続きまして、ちょっと音を変えてみますかね。いろんな音がありますよ。待ってくださいよ。そうだ、今度はですね、鳥の音でなくて波の音。これもいいかもしれませんね。
はい。これね、よくね、若い頃ね、海に行ってね、ずっとね、波の音を聞きながら、浜辺で座ってました。まあそんな風な、青春を思い出しますよね。はい。今度はですね、カモメの音なんか聞いてみますか。カモメプラス海プラス琵琶湖です。切ってしまいますね。はい。次、オルゴール。虫と、オルゴールね。はい。虫の音もいいですね。次、川ね。これね。水って、やっぱりね、私たちはこの地球に生まれてきたのは、水の国からなんですよね。ですから、そういった意味でですね、水の音とかいうのはすごく癒されるわけなんですよ。はい。あとね、カエルの音。これはね、もう本当に僕、兼業農家ですから、田んぼに、水を張りますとね、もうこの音で10万ですよ。めっちゃ、もう、会話がね、聞こえないぐらいになりますよ。今度小鳥ね。はい。いかがですか？思い出しました？ね、いろいろとこういった自然のね音があります。はい。ちょっと小さくしますね。音量はこのように、ここでね小さくできます。はい。こういった形で、自然の音っていうのがね、聞こえてくるんですけれども、こういうのをね、YouTube か何か見つけて、こういうの流して、オフィスワークであったりですね、寝るときにやりゃいいやないかというような、考え方ももちろんあるんですけれども、これはね、そういう類じゃなくって、この USD カラーっていうのはですね、何がすごいかというと、自然の音の中にはですね、周りにこう書いておりますけれども、この、例えばこういった、川と山の中にね、川がこう流れてね、川の音であったり、せせらぎであったり、また虫の音、カエル、または鳥の音っていうのは、聞こえない音ってあるんですよ。聞き取りにくいとか、難聴だからとか言うんじゃなくって、人間には周波数の高いところですね。すごく高いところ。このあたりは聞こえないんです。で、CD とかデジタル音になりますと、その聞こえないところはカットされてしまって、本当に聞こえる領域だけが、我々の、電波、または、CD に乗ってですね、聞こえているから、なんだ変わりなく聞こえるんだけれども、この聞こえない音の力っていうのを最近、山田豊文先生が、まあ、それが実は能力開発であったり、また精神的な安定であったり、または肉体的な、治癒力であったりっていうことに、まあ、すごく貢献してるんだということが分かったんですね。それで、音を耳で聞くというふうに思ってるかもしれないんですけれども、音っていうのは、その聞こえない音っていうのは、肌で聞くんですって。肌が吸収するんですって。そうすると、体全体ですよね。だから、体全体で聞くことによって、その、何がすごいかというと、この脳あるじゃないですか。脳ね。我々の脳です、これ。脳がこの辺にあるわけなんですね。脳が。で、この脳の、この、一番奥のあたりですね。こちらですね。こう、分解していきますよ。脳を。こういうふうに、
脳を分解していきますと、どんどこどんどこ脳が分かれていくわけなんですが、これ、こういう、脳幹ってあるんです。この脳幹。このあたりね。このあたり脳幹って言うんですけれども、この脳幹がですね、非常にその音楽、その聞こえない音を聞くことによって、すごく活性化されるんですって。そうすることによってですね、体の不調とか精神の不調が、まあ、すごくこう改善したり、逆に、運動能力が、アップしたりっていうことで、実は、大リーガーに行っている方も、この山田豊文先生に、指導を受けて、そして飛躍的に、成績が伸びたというんですよね。もう大不振だったものが。だって、プロ野球とかそういうものでしたらね、山田豊文さんに教わって、そしてこれをやるだけで、成績が上がれば、もう年俸何億円も違ってくるわけですよ。特に大リーガーだったらもうめちゃくちゃ違ってくるわけですよね。ですから、大リーガーの選手であったり、まあ、スポーツ選手、プロ選手なんかは、特にですね、皆さんにはあまり分かってないかもしれないんですけれども、その 0.01 秒とか、もうそういった世界で生きているし、また、もうバッティングにしても、ピッチングにしても、本当に時速何キロの、1キロの違いが大違いとか、その、カーブの仕方の曲がり方で大違いとか、いろいろあるんですよ。もうビサが金、すごい大差になるっていうような。ですからもういろんなことを研究してるんですよね。その中に、脳っていうことももちろん研究してます。で、脳の反応を良くするためにどうしたらいいかというと、こういった、聞こえない音っていうかね、こういった。ね。こういう川の音。昔はね、じゃあ、なんでよ、昔は良かったのかというと、自然の音がもう周り中にあったわけなんですよ。もう僕も田んぼやってますから、もうカエルの音なんかもう聞き飽きたぐらい聞いたんですけれども、今それが住宅街になってきましたから、一切聞こえなくなりました。でね、そう。はい、ちょっと待ってよ。間違った。脳幹の話をしようと思ったんや。こちらですね。はい。脳幹の話をすると、この、こういった大脳とかあって、その中の今言ったような形、この三つ、中脳から円髄音かな。うん。このあたりの三つがですね、柱とか、これを足して脳幹と言いますね。この脳幹が、すごくですね、活性化することによって元気になってくるというような、そんな図式なんですよね。はい。まあ、そんなことで、非常にですね、このジャングルっていうのはもうそういう宝庫です。ですから生命信号っていうのがもう至るところでこの超高周波っていうのが生命信号になるんですけれども、その鳥の鳴き声もうカーッカーッ、もうめちゃめちゃ高い音を出すじゃないですか。そういう音の中に、この脳幹をさらすと、脳幹が非常にですね、活発になって、いるという。だからジャングルの、少年たちはもう、木もスイスイ上がってきて、手ももう掴み取りで、魚を捕まえたりですね、やってるでしょう。でも都会の子供たちは、だんだんなんとなくこう、頭はいいんだけれども、弱ってるというか、元気がないというような。それ何なんだということになりますと、それは今言ったような、こんな自然音、この自然音の超高周波音を聞いてるかどうかで、脳の活性化、その奥の、脳幹の活性化が変わってくるんですよっていうことを、研究がして、分かってきたわけなんです。でね、じゃあ、小野田昭一さんいらっしゃるじゃないですか。ね、もう若い方は知らないかもしれないけれども、第二次世界大戦の時に29年もの間ですね、約30年、フィリピン沖のね、ジャングルで、ずーっと一人でね、生活をして、隠れてたんですよ。なんで彼がね、普通にジャングルで、過ごせたかというと、この生命の信号、この超高周波音の中で、生活をしていたからだとも言われてるんですよね。
そういった音もですね、実は、生命の音っていうふうにあるんですね。はい。だからまあそういうことで、今日はね、この高USB、超高周波の音を聞いていただきました。でこれをね、持ち運べるわけですよ。で持ち運んだり、私は明日新居浜行きますけれども、秀樹社長の講演会ですから、車に入れてですね、充電できますから、入れてそのまま持ち運べて、聞きながら行くと、もう約1時間ちょっとかかりますけれども、すっごくリラックスして、運転が楽になります。でね、一応ね、お値段の方なんですけれども、これ44万円します。まあ、えらい高いやないか、えらいオーディオ買えれないかって思うかもしれないんだけれども、実はですね、この、USD、もう特許も取ってまして、なかなかですね、普通の音響とは全く音響システムとは違う、この聞こえない音っていう、ね、ことが聞こえるというか、こう、表せるっていう風になってきます。ですから、昔の、レコードなんかは、アナログのレコードなんかは、その聞こえない音も拾いながら、やってるんで、非常にいいと言われてます。ま、そんなことが、デジタルでもできるっていう技術がこれなんですね。はい。デジタルでありながら、アナログチックな聞こえない音も出せるっていうのは、この USD の特許で作りましたんで、またこういうね、音によって、まあ、いろんな能力開発、または、体の不調、または、心の不調、これを超高周波音で、いろんなものを解決していこうというのが、この USD でございますので、もしよかったら興味ありましたらね、デモ機というか、貸し出しはしてませんけれども、お店に来ていただきましたら、これ体験できますので、ぜひね、お越しください。私もまだ来て、今研究中でございますので、一緒に研究していきましょう。面白い時代になりましたね。もう音がね、いろんなことを変えるという。まあ、正元さん、ペンキ画家のね、正元さんの話にもよりますと、日本人が、虫の音が聞こえなくなったら、日本人は滅びるよというふうなことを言われてるらしいです。そういう意味ではですね、こういった虫の音っていうか、高周波音っていうのが聞こえなくなったとき、我々日本人は、もうこの世からいなくなるのかなと思ってますので、ぜひね、この音を、虫の鳴き声、鳥の鳴き声、カエルの、鳴き声、こういったものと、ジャングルの、生命の音、こういったことを聞きながらですね、豊かな生活を送ってみてください。まあそういうことで、今日はね、昨日に引き続きまして USD の説明でしたけれども、こういった音ね、音がこれから、いろんなもの、次、見えない光っていうことについても今研究してます。今、やっとこうやって皆さんに言えるのは、聞こえない音を、拾って大事にするという、それを利用することによって我々は、元気になっていくんだということをご紹介しました。まあそういうことで、今日は終わりたいと思います。はい。明日はいよいよですね、秀樹社長のですね、講演会でございます。よかったら皆さん、当日参加もできますので、どうぞ来てください。それじゃあ、さよなら。